誰？なんか個性的ですね。いやいやいや、どうもどうも、私はぼったく、いえ絶対いかんやん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでちょっと一瞬ねちょっと一瞬ねめっちゃ戻ったって思ったんやけど、そういえばあれよね、なんかどこやっけ、のこのこタウンやっけあのなんか中心地の町の地下水道かなんか通ってきたら、なんかここへの近道みたいなのができたんよね。いやけどさ、多分なんかストーリー的に何やった、他の村にこの地下を通ってなんか他の村に行くんじゃなかったっけ、なんか進むんやったよね。え、どこから来たんやろ私、こっから来たんか、なんか一応相方はレサレサやな。え、ここなんかな、なんかゴミ浮いとるよ。びっくりしたえ、ビビるやん、やめて。てか誰、なんかなんかヤンキーみたいなのこの子おるけどやばい、逃げよう。あ、それ久々やけんね、ちょっといろいろとまた忘れとるけど毎度のことながら、あそこにもなんか、あそこにも土管あるよ。ちょ待って、いや、びっくり。今私が無敵状態やけんよかったね。あ、違う。とりあえずポコピーで、よし。うわー痛そう。この別に発見された。あ、こっち側いけんのか。この浮いとるゴミとかは別に関係ないんかな。いきます。こっちから来たわけじゃないよね。あれ、あっち側も渡れんのや。あ、でもこのブロックがあるってことは違うってことやね、来てないってことよね、こっちには。来んなよなんかめっちゃ足速くない？あれ、あ、これ届かんのか。あー、ちょっとびっくりするやん、やめて。これいけるんかな、なんか微妙に水流れおるね。あー、いける。ここは、え、足場ないやん。え、何？あ、これは普通に落とせるやつか。ふんふんふん。はあ、あれ、はあ、よし。お、なんか宝箱あるよ。ねえ、これウルトラブーツを手に入れた。マリオのジャンプの攻撃力がアップ。お、さらにジャンプ中にもう一度 A を押すとトルネードジャンプができるの。あ、これをゲットしてのってこと？え、でもなんか上に、え、上に飛び上がるっていうよりはなんか下に叩きつけ寄る感がすげえけど、え、全然できんや。どの位置や、ここか。え、一応上には離れやんかな。このトルネードジャンプができるようになったことで行ける場所が増えたりとかある？なんか他にも行けるとこが、え、どこやったっけ？ポコピーか。ここのトゲ渡ってきたけど、多分こっち側にも行けるってことよね。あっち側なんかあるかな。待って、これ降りて、ほっ、え、これ全然さ、どういう状態？横に移動しつつじゃないといかんとか？なんかトルネードがさ、できるときとできんときあるんやけど、なんなんこれ。おお、いけた。なにこれ、バッチ？あ、アイテムか。キラキラ落としをゲット。よし。いいアイテムやね。で、こっち来てないとこよね、きっと。ここか？おお。ただのコイン1個のために。あ、ここに土管ある。あっちの上なんか扉ない？ん？何もおらんねん。え、何ここ、何もないやん。え、ん、行き止まり？
あれかな、ピンキーで壊せるとか。本当にそんな壊せそうな感じの壁には見えんけど、特別壊れるんかな。あ、壊れた。へえ、行こう行こう。誰、なんか BGM もなくなったけど誰、なんか個性的ですね。いやどうもどうも、私はぼったく、絶対いかんやんぼったクールというものです。あ、じゃ君からは何も買ってはいけないのでは。よくここを見つけましたね。実は私ここでひっそりと商売をしているんですよ。だ、こんなとこにたどり着くやつおる。私たどり着いたけど、幸運のあなただけに特別にいいものを売って差し上げますよ。値段は64コインですが、お買い上げになりますか。お買い得ですよ。あれ、私めちゃくちゃ敵から逃げまくってさ、コインばらまきまくっとったけど199あるんやな。え、私もともとめっちゃ持っとったコイン、もしかして。確かにレベル上げの時にだいぶ稼いどったんやけど。でも気になるよね。お金あるし、買おうか。買います。あ、星のかけらやん。はーい、お買い上げ、ありがとうございます。よろしかったらもっと買っていかれてはいかがでしょうか。同じ64コインでもっといいものをご用意してありますよ。今だけのスペシャルチャンス、逃したらもったいないですよ。さあ、どうします？お買い上げになりますか？じゃあ、お金ある限り、行くか？何、緊急キノコって。HP が0になると自動的に HP が10回復するキノコ。へえ、見たことない。はい、お買い上げ、ありがとうございます。よろしかったらもっと買っていかれてはいかがでしょうか。おお、どんどんこれは、なんか、いいものになっていくってことかな。あと1回分買える。お、8つ敬礼のバッジ。初めて見たね。マリオより弱い敵ならぶつかったら切れ倒せる。やば。え、このマリオより弱いっていうのはどこでわかるん？敵にもレベルとかある？敵のレベル表示ないよね、マリオ。どうなんやろ。はい、お買い上げ。これどこまであるんやろ。めっちゃ気になるけど、ここで終わりなんやけど。これ最終的にめちゃくちゃいいもの。だってさ、意外に普通にいいものをいっぱい売ってくれるんやけど。そりゃ、ね、もしかしたら他でもっと安く手に入ったんかもしれんのやけど。次に来た時にはもうなくなってるかもしれませんね。そうは言われてもね。とりあえずお金がないんすよ。あんなにあったお金が。ちょ、待って、バッチ。さっきの何やったっけ？やっつけえれ？どこや？え、どこ？え、5もいるんや。あ、でもまあ、いいやつってことよね。マリオより弱い敵っていうのはどこでわかるんやろ。何外そう？今何つけとる？私。あ、まあ、とりあえず、一旦ダメージヘル外すか。また今度ね、なんかボス戦みたいなのがありそうやったらダメージヘールまたつけたらいいけさ。とりあえず外そう。ダメージヘールもね、ポイント6もいるけんね。いや、つけーれ。よしよし。これでいきますか。あ、なんか、どっかに着いたっぽい。なんか鍵あるよ。怪しい鍵をゲット。怪しい家の錠前を外する。あ、これ？ここか、怪しい家。なるほど。はい。開いた。え？戻ってきたよ。え？待って。戻ってきたよ。ねえ。戻ってきたって。え、他に分岐点あった？マリオさん、魔法使いのデアールさんに会ったことあります？いや、あるよ、何回も。己を磨くには何をしたらいいのか占ってもらいに行ったんですけどね。その時なんと、ミステイルさんがデアールさんの家に来てたんですよ。ラッキーっていうか、なんていうか、ドキドキしちゃいましたよ。こんにちはって挨拶されちゃいました。でへ。いや、それよりも今私は。え、待って。あそこまではでも行けるわけやん、これで。え、どこなんだい？
え、でもこんだけさ地下広がっとって、でもって次のとこに行くには地下って言ったよね。ってことは絶対この地下から行くんやと思うんやけどな。ね、この上、あ、こここそあれやない？あかりんの隠しブロックがあるんやね。あったー。え、しかもこれ叩ける？ほら、あかりん持った状態では、あ、上から跳ねればいいんか。いや、できんか。あかりん持った状態ではできんのかな。あね、これあかりん持った状態でさ、くるくるくるーって回ってジャンプすることはできんの。これあかりん離したらさ消えるよね。ですよね。この辺でさ、ちょ待って待ってね、この辺でやっぱあかりん持ってなかったら反応、まあたまたま位置がずれとっただけかもしれんけど、まあいいや、行こう。よっ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょ、真上から見んとさ、位置がよくわからんねんけど。ほっ。え？全然いけんくない？え？どういうこと？どういうこと？この、違うて。え？あの、え？これ横の位置一緒やんね。違うんやって。ジャンプして。はあ、ねえ、なんでこれいけんの？え？どういうこと？あ、できた！なるほど。やっぱり位置が悪いんやね。なるほど、なるほど。なんかすごいラストスパートに入ってきた感あるよね。なんかこの、相方？パートナーの、この能力、総動員って感じやん、ここ。ってことは次の、目的地、村、町がラストってことかな。これどこに出るんやろ。え、なんかめっちゃ、なに？凍っとる？ね、なんかめちゃくちゃ凍っとんやけど、お。仲間を一人ランクアップできます。どの仲間をランクアップしますか？どうしよっかな。今んとこレサレサとオプクさんだけ、なんかもう覚醒した感があるけど、どうしよう、ポコピー。ポコピーで行こう。なんとなく。これ全員さ、この2段階ランクアップできるんかな？今んところ、今んところ、全然見かけてないんやけど、このランクアップのやつ。ポコピーはウルトラランクになりました。これで何の技使えるようになったん、ポコピー。ちょ待って、どこで見たらいいんかな？仲間、ポコピー、これで吹き飛ばしが増えたってこと？敵全体に強い風を吹きつけてバトルから飛ばしてしまう。ふんふんふん。ん？これで終わり？こっちある？あ、なんかいけそう。